テンスライムに囲まれて幸せ。セシリーさん、こちらはキウイ味のところてんスライムですよ。僕が食べさせてあげましょうか。こっちは珍しいピンクグレープフルーツ味ですよ。お姉さん、どうぞ。あーん。こんなに幸せでいいのかしら。イケメンと美少女が私のためにところてんスライムを運んでくる。夢みたいな話ね。これもすべて白獅子教のおかげだわ。白獅子教最高、白獅子教最高、白獅子教最高。ありがとう、アクア様。私幸せです。これからも祈り続けます。お姉さん大丈夫？お姉さん。よかった。こんなところで寝たら風邪ひくよ。あら、ところてんスライムは？たくさん捕まえてきたところてんスライムはどこ？ところてんスライム？捕獲は禁止されてるはずだけど。まさか。すみません、シュワシュワもう一杯お願いします。おい、めぐみ、人の唐揚げを取るんじゃない。今の唐揚げにカズマの名前でも書いてあったのですか？食卓もまた戦場であることを忘れてはいけません。こらこら、取り合うな。唐揚げが食べたいのなら私のを分けてやるから。めぐみさん！うわ、何ですかお姉さん、そんなに慌てて。めぐみさん、あなたは白獅子教に入信したわよね。白獅子教に？何を言っているのですか？だってダクネスさんやクリスさんも回収して、この世界が白獅子教で一つに。我がダスティネス家は代々エリス教を崇拝している。簡単に回収するなどありえない。それに白獅子教になったらもう白獅子教徒からいじめられなくなってつまらないんだろ。アクア様、アクア様のお力でところてんスライム解禁は。ああ、別にいいんじゃない？私は美味しいシワシワがあれば十分や。そんな、あんまりよ。この唾。夢落ちなんて、こんなありきたりな終わり方、嫌すぎるわ。お姉さん、落ち込んでるの？大丈夫？落ち込むどころか気合が入ったわ。私が必ず白獅子教を国教にしてみせる。夢落ちじゃなく正夢にすればいいのよ。そうと決まったら早速勧誘よ。なんというポジティブ。お姉さん、私も見習います。一緒に勧誘手伝わせてください。ありがとう、小さき信者よ。一緒に白獅子教を広めましょう。このスマ